電動船外機1881年の電動ボートギュスターブ・トルーベはフランスの技術者発明家である。史上初の電気自動車、船外モーターで動くボートや火薬を動力に飛行させた模型オーニソプターなどの発明で知られる。アンイコールエイコールロワール県のヘデカルトの貧しい家に生まれた。父親は牛の仲買い人であった。工芸学校を出て、 時計職人の仕事を見つけて、故郷を出て、パリに住んだ。1865年から、工芸品や電気を使った、発明品を自ら売る会社を作り、宝石やアクセサリーも人気を集めるが、発明家として高い評判を得るようになった。主な発明品は、軍用の通信システムや、電話の改良から始まり、1870年頃には、 初の電動の船外モーターを発明し、1880年に特許を得た。1870年には火薬の爆発を動力にした模型オーニソプターを発明し、フランス科学アカデミーで70メートルのデモ飛行に成功した。1873年には電気で照明する側視鏡を発明した。1881年11月には、 パリの電気博覧会で三輪車に電動モーターをつけて走行させた。電動モーターの船外機をつけた電動ボートは1881年5月26日に試験された。5メートルの長さのボートはセーヌ川で試験され、流れに逆らった時は時速3.6キロメートルの速さで、流れに乗った時は時速9キロメートルの速さで航行した。 1881年11月に三輪自転車に0.1馬力のモーターを取り付けて走行させ、二次電池を使った最初の電気自動車となった。http://www.vill-descartes.fr/index.php、ページイコールアーティクル &id。 カテゴリーエジャイコール 11&ID、アーティクルイコール 51CH、ギブズスミス、ライト兄弟と初期の飛行東京図書、1979年 http コロンスラッシュスラッシュ c n u m c n a m f r スラッシュ cgi スラッシュ fpage.cgi、4ky28.17、23、100、432、0。 レウィキメディアコモンズには、ギュスターブ・トルーベに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。